最去状とは、中世、近世において、最去を当事者に伝えるために発給された文書。江戸時代には、最去化粧文の通称として用いられた。最去とは、本来会社から上進された事柄に対して、上位者がその過否を判断することを指していた。ところが、権力分立が成立していなかった当時は、監視や検問内部においては、行政判断のみならず、 訴訟などの紛争解決の場における司法判断も同じような採去の形式が取られていた。司法判断としての再去及びそれを記した再去状が多く残されたことから採去及び再去状を判決及びそれを記した文書と返されることが多いが最去には今日の裁判における判決のような強制力を伴わずもっぱら上位者の見解を示して 当事者間にその方向での和解を促すために出される要素が強かったこと、巨上、左匠、安堵匠として出された、再居城の存在や、別の書状が発給される再挙なども存在していた。平安時代の朝廷では、大乗官府、大乗官庁もしくは、幹戦時の形式で作成された。鎌倉幕府の初期には、朝廷再居城の流れを組んだ下し組みの形式を、 用いていたが、後には下事上の形式を用いるようになった。これは、鎌倉店に代わって、下し踏みの出す資格のない執権が裁判を含む、政務の実権を掌握したことが関係していると言われている。後に、他の検問でもこれに追随する形で下事上の形式が採用されるようになった。最去上の書式は、初めのことがきの部分で素人と論人の名前と、 訴訟内容の要点を示し、本文には、両者の訴状と陳情、その後の門中記に記された主張の用紙を引用して、最後に、採去の理由を明示した。三問三答と呼ばれる訴状と陳情のやり取りや、その後の双方に対する門中の内容を採去上に反映させようとしたために、長文のものが多く、上継目裏には担当部業人が、裏顔を据えている。また、 和洋によって決着された場合にはその内容を反映した再挙状が作成された。鎌倉幕府の再挙状としては、聖衣隊将軍の意向を、執権、連署が報じた関東再挙状をはじめ、六原丹大、鎮税丹大も、将軍の命を報じて再挙状を発給した。それぞれの再挙状は、初止め部分の表現がやや異なっているものの必ず、 ゲジ助犬で締めくくられ、室町幕府にも踏襲された。室町幕府では正規には、足利忠義が初犯を据えた、再挙状が出された。忠義が失脚すると、執事、官僚や、複数の武行人が連署する形式の再挙状が、発給され、後には、双方の主張部分を省略して、再挙部分を記した、法書形式の再挙状が同情するようになった。 江戸幕府では、出入り筋の判決文書である最強家消門の通称として最居書や最居消門と共に用いられた。判決の際、武行が武行書のシらすにて当事者に対して最居申し渡しが行うが、この際読み上げられるのは申し渡しと呼ばれる文書でこれをもって最居状とみなす考えもあるが、この段階では最居状として完成された形ではない。その後、 別室において奉行所の下役が改めて目安、返答書の適用と判決理由及び主文、最後に判決遵守の制約を記した詳細な内容の文書を読み上げ、これに当事者双方が応印を行った。これが最強化証文である。申し渡し、最強化証文ともに奉行所が保管し、当事者自身に最強化証文を書写させ、その写しを持ち帰らせた。また、 境界総論など図を持って明示する必要がある場合には、再挙絵図と呼ばれる絵図が作成され、それも再挙状としてみなされた。また、金句時において被告は、ひぎり証文を、未成立命令において被告は未成立証文を奉行所に、提出させて再挙状の付属文書とした。ただし、金句時の返済処理が、切り金積み型にて行われた場合には、まず原告に、ひぎり証文を預け、 被告が返済を済ますごとに、原告はその旨を記した紙を貼り継ぎ、返済完了後に奉行所に提出した。佐藤、2012年、P165 から193。ありがとうございます。